おすすめ教材。どうぞ、篠原です。今回は、コニフェのおすすめ教材ということで、コニフェで、まあ俺がやるべきことっていうふうに指定したこの、まあ、戦略を採用するならば、どういうふうなことをやるべきかという話をしたいと思います。で、まあ、基本的に学校で多分大体指定されてるであろうことは、やってるという前提で、もしプラスアルファするならというところですね。でまず英語なんですが、大体の高校ではこういう単語帳をもらってると思います。で、高2のうちに単語帳はしっかり何か一冊でいいんで終わらせておきたいというところですね。なんで例えばターゲット1900だとか、まあこのリープだとか、まあ何でもいいので一冊固めておきたいというところになります。でその後、大学のその目指すべきレベルによってはプラスアルファの教材、まあ例えば京大だったら速読英単語の上級とか、そういうのをやる必要が出てくるんだけど、まあ高2のうちに、その基本レベルはまあバッチリというふうにしておきたいですね。で一応まあ英検対策をやればさらにその上のレベルのこともまあ身につけれるんで、まあ英検準1レベルとかってなると、そこからもう一冊やりたいかなぐらいなところになってきます。まあでも基本的にはやっぱりね、英単語帳は一冊は何かきっちりやっていこうというところですね。で、もう一個持ってるのはこれ何かっていうと、英文解釈の技術70ってやつを持っています。でこれなぜかなんですけど、一応俺、高一のうちにやることっていうことで英語長文やれと言いました。で、これをちゃんとやってればこの高2の、まあ、11とか、あるいは過去問とかマーチ以上の過去問をやるってなった時に苦労する段階に入ってきます。何で苦労するかっていうと、英文解釈ができないというところで苦労していきます。で英文解釈の教材を、学校で配ってやる高校って少ないんですよね。なんかまあ一応その例えば英語の公文150だとかそういうのを使ってやってたりとかするんですけど、まあなんか知らないけどね、その文法問題集やらして、あいよ経緯みたいな、嘘みたいな高校が結構多くて、まあ一応俺の方ではこういう和訳系の教材を挟むべきだと思います。これなんかやらないでね、この英文法、まあなんかヴィンテージでやってからいけると思うんすよねみたいな人いるけど、まあもうね、なんかちゃんと受験英語のことをやらなかったんだなと、勉強しなかったんだなって俺毎回思いながら、それじゃあ無理ですよっていう風に言っています。なのでまあ高2のうちにこういう解釈とかをできるようにしておきたい。文法はもちろんできるようにしないといけないけど、さらにその1個上の段階、解釈もできるようにしないと、まあ、高3で、まあ、その解釈をゆっくりやってとかって時間取れないですから、まあ、なんで、まあ、高2のうちにやっておきたいなっていうところですね。逆に英作文はどうなんですかとか、リスニングはどうすかねみたいなことに関しては、英作は学校でやってくれることがよくあります。まあ、ライトトゥザポイントっていう本とかもらったりとかすること多いと思うんですけど、まあ、英語化しかもね、もし英検受けるのであれば英検でも多少やるし、テストとかでもよく出されるんですよね。なので一応英作に関してもし何ももらってなかったら、まあ、それもやる必要出てくるんですけど、まあ解釈の方が俺は優先順位高いかなと思います。まあどうだろう、英作の方が配点がでかい大学ってあんまないと思うんですよね。多分国際協業ぐらいじゃないですか。多分そのほとんどの大学はリーディングとか読めと言ってくる、あるいは聞き取れと言ってくるんで、ライティングでめちゃめちゃ配点が重い国際協業ぐらいを除いて、やっぱりリーディングの方が配点高いので重要というふうに俺は思いますね。で、数学いきましょう。数学の方なんですが、文系の場合は、1年の時と同じ、まあ高1の方でも言ったんですが、黄色チャートレベル、まああるいはフォーカスゴールドなんか学校でもらってると思うんで、それは固めておいてくださいと。で、フォーステップとかサクシードとかもらってる場合は、まあそれで固めてもらってもいいんですけど、まあ基本的にはチャートとかの方が復習しやすいので、まあおすすめというところですね。で、理系はちょっと話変わってきます。理系の方はちょっと先取りをしていかないといけないということで、一応俺の方でお勧めしたいのは初めから始める数学ですね、を独学用の教材としてお勧めしたいと思います。これはぶっちゃけ何でもいいです。言ったらこれが、一応俺の塾篠原塾ではよく指定してますけど、ただこれはまあ俺が指定しやすいというだけで、あと比較的安いということで指定してるだけであって、まあ、例えば面白いほど分かるシリーズですとか、あるいは YouTube とかの解説動画とかでもまあ別にいいですよと。
というところですね。ただ YouTube の解説動画見てると多分ねめっちゃ時間食うんですよ。なので本で見た方が早かったりとかします。まあ、これはもし自分でやるんだったら一応これをおすすめするよと。でもまあ何でもいいです。自分にとって分かりやすいと思うもの、そのまあ面白いほどシリーバーの黄色いやつねとかでも別にいいですけど、あれ全部揃えるとちょっと高いんで、まあまあいうところになります。で国語なんですが、国語の方ももし俺のこの戦略、つまり古文とか漢文とかを高2のうちに合格レベルに持っていくよっていう戦略を採用するのであれば、古文だったらこの古文上達ぐらいを固めておきたいですね。で、古文のこの古文上達、標準編と基礎編ってあるんですが、一応基礎編の方をお勧めします。まあ簡単だから分かりやすいし文法の復習もできるんで、まあ一応古文をもし固めるのであればこれをお勧めしたいですね。でこれをやると、大体漢文もやりたいし東大とか目指す人だとやれというふうに言うんですが、大体やらないです。というのも忙しいから、意外と高2生もまあねいろいろあって、まあ、勉強しないんですよ大体。で大体勉強しないので、まあ漢文はまあまあ一応授業中心だとか、あるいはやったとしても漢文山の山とか、まあ早覚え即答法とかその辺の教材買って最初ちょっとやって終わりとかになりがちですね。まあでももしやれるんだったら漢文山の山とか、あるいは学校の教材でもいいんで、まあ、なんかでやってくれると句型固めましたぐらいでもまあ嬉しいというところです。まあ優先順位としては古文の方が優先順位高いんで、漢文よりは古文の方がやりたいので、もし、高2でやるならこれをやりましょうというところですね。で理科の方は、まあこの高2のうちでやることの動画で言ったんですが、先取りをするかどうかの選択で、もし先取りするんだったら、まあ、何でもいいです。分かりやすい系の教材としては、例えば、社会だったらこの実況中継ですね。で、理科だったら、まあ、科学だったらこの、ゼロから劇的に分かるとか、あるいは、物理だったら、まあ、漆原先生の面白いほど分かるですとか、まあ、何でもいいんですけど、何か分かりやすい系の教材をやることを一応推奨します。で、まあ、一応これで一通りの流れ潰しを抑えておきさえすれば、まあ大きく困ることはないかなというところですね。まあこれもね一応流れを抑えていさえすれば別にいいので、 YouTube の分かりやすい系の動画を見てました、もうそれでも別にいいです。ただやっぱりね、それを見るとなると時間かかるんですよね。時間かかって、まあかったるいと。で特にまあ科学とかもう頑張って覚えましょうなんですよね。生物ももう頑張って覚えましょうなんで、それ頑張って覚えましょうとかで時間そんなに取ると、まあ取ってもいいですよ、取ってもいいんだけど、これとかをやった上でその暇あるかという話になってきます。なのでまあいろんなねサービスがある、スタディプラスとかね、まあスタサプとかね、いろいろサービスはあるんですけど、まあやっぱ本最強だと思うよ俺個人としては。だって結局は覚えないといけないので、まあ、特に社会ですね、社会に関してはもう結局は覚えろなんですよ。だからまあ本が最強かなとは思います。で理科はね結構こういう本とかでいろいろ勉強しても、特に科学なんですけど、だからもうねわざとじゃないかと思うぐらいよくわからないんですよ。なんかもうあんまりよくわからんけど、もうこれはこうなんやねと。でその後例えば問題演習、例えば重要問題集とか、あるいはもし学校でセミナーとかもらってたらセミナーでもいいんですけど、やっていけば、あなるほどと、この知識ってこういう出題のされ方するんだな、あこう聞かれるんだったらこれは覚えなあかんな、これはまあいいかと、まあ後回しでいいやみたいな、そういう取捨選択ができるんですけど、結構こういう解説動画とか解説用の本って全部いきなり教えたがるんで、何が結局出るのかよくわからんみたいなことで、結局全部出るんですけど、そのなんか濃淡がついてない状態で全部教えられるんで、まあちょっとねこれは学校の授業が良ければこんな心配はいらないんです。だけど学校の授業が良くなって独学でやるとしたら、そういうことを気をつけないといけないし、気をつけていてもなお何が出るかよくわかんないので、やっぱね一週目早く終わらすことが大事ですね。2週目でしっかり、やるというのが俺はいいかなと思います。まあこれは俺の方がもしこのキャリアをずっと築いていけたら、多分40歳ぐらいでそういう科学とか日本史とかそういう超分かりやすい教材は多分書く機会に多分恵まれるはずなんですけど、まだね俺29なんで、あと10年間待たないといけないというところですね。はい、ということで、高2生のおすすめ教材として、まあ例えば英語の方では、まあ、こういうね単語帳はもう一冊固めてくれと、まあ言ったらこの英検準1はチャレンジできるかなどうかなぐらいのちょっと難しめな単語帳を固めてくださいと。で、大体大学や大学高校やらないことが多いんですけど、解釈やっとかないとちょっと厳しくなってくるよっていう段階になっていきます。
で、数学の方が文系だったら、まあ、こういうね基本的なチャートとかを奏でてもらってもいいんですが、独学でやるんだったらこの初めから始めるはじはじだとか、まあ、面白いほど分かるとか、をやらないとちょっと独学しんどいかな、 YouTube 動画だと時間食いすぎるんじゃねと、まあ、帰宅部で暇なんだったらやればいいんですけどというところです。で、国語に関しては、まあ、めんどくさいと思うけど古文ぐらいはやっといてほしいというところになってきて、で、まあ、理科と社会に関しては学校と一緒にやっていくか、自分で独学するかの選択で、独学でやるんだったら早く1周目終わらしましょうと、なんか分かりやすい系の教材でザーッとやって、とりあえず一通り覚えたぞ、さあ問題やるぞ、全然できないぞ、で、あ、ここ大事だったな、ここはもうとりあえずいいやみたいな取捨選択をしていきましょうという形ですというところでした。で、ここからですね、さらに医学部だったら、もう古文いいですと、理科頑張りましょうだとか、あ、東大行きますだったらもういや半分やっといた方がいいぞと、いう話になってきたりとか、で、まあ英語とかでもさっき、まあ高一の方で言ったんですけど、英語長文はずっと継続してやるんですよね。ずっと継続してレベル別やったりとかしないといけないとかっていう風にどんどん時間が失われていく中で、じゃあ何をやって何をやらないのかっていう取捨選択をしないといけないというのが、まあ俺がずっと言ってる受験戦略になってきます。まあ俺がね今紹介したやつ全部できればそれはいいんですけど、これ全部やるって相当大変ですから、まあその辺で取捨選択しないとちょっときちいかな、要領いいとは言えないかなということになってきますというところです。はい、ということで高2生のおすすめ教材でした。ぜひ、まあ今回紹介したやつはあくまで一例ですけど、まあやってもらったらいいんじゃないかなというところです。今回のこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。